はいどうもルです、はい、今日なんですけども今日はですねこちらということで。 えー、現在ですね、結城先生と、あとはですね、佐藤先生があですね、足下戸科古問集ってどうやねんとお、というところに関してですね、まあ工房といいますか、まあそれを繰り広げているい状況がありましてですねで、やっぱりまあ受験生からすると、やっぱ不安だと思うんですよね、えー。自分が使うテキストをどうしようかってまあ考えている状況ではありますので、えー、だからこそですね、不安だと思うんですよね。なんでまあそこに関してですね、僕自身としましては、まあ行政試験講師としましてですね、一つですね、まあ動画撮影 でしたがいまして、今回はこちらの動画をチェックしましてですね、あの足別過去問集に関する、まあ、真実といいますか、だったりとか、そのテキスト選びとか勉強方法に関する、まあ、総論というか、あの全体的な話があの分かってきますので、よかったらですね、お付き合いください。えっと、まあ、それでこちらのチャンネルではですね、えー、業種試験ですね、絶対向受かりたいという事件の方々に対してですね、全力で、えー、講義動画だったりとか、あとは勉強方法とか、あとはですね、この試験に関する最新情報ですね、ずっと提供していますので、よかったら たチャンネル登録をですねよろしくお願いします。はいということなんですが、えっと、まあこの2名の方がですねまあ戦っているということでもないとは思うんですけれども意見が若干まあ食い違っているのかどうなのかっていうところがあるとおということですので、まあ、そこの箇所に関するですね僕自身の見解だったりとか足渕学問詩に関する真実をですねお伝えしていこうと思います。であのまず前提なんですがあのこういう動画を撮るとですねなんかその再生回数をなんか取りやがってみたいなことをですね言われたりするんです ですけれども、えっと、まず自分自身のポジションといいますか信念とかスタンスに関してはっきりしておきたいんですけれども、えっと、僕はですね再生回数が取れることはですね基本的には何でもしますで、えっと、それがまずなぜかなんですがあの要するにまあ結論としましてはあの業種試験の事件数の方々に対して僕自身の講義を使ってほしいからもうそれに尽きるんですよねであのもちろんなんですが僕自身は生活がありますからその講義を売ることによって生活をしていく必要性これまずあるんですよねだからそういう側面はも もちろんあります。あるんですが、でもそれだけじゃなくて、僕はもうずっと信じているとかずっと言ってますけれども、あの、僕の講義を使うことが、この試験で受かるための最速なんですよ。っていうぐらいですね、僕自身は自分の提供している講義に自信がありますし、えっと、ま、過去のですね、経験だったりとか、いろんな方々がらね、実際こう、お会いをしてですよね、ありがとうって言われたりとかしてきてますから、だからこそですね、自分の講義に絶対的な自信があるんですよね。だから、ま、あそれを届けていくという必要性がある。でも、届けていくためには、しっかりとですね、認知といいますか、知ってもらう必要性、 であって、かつですね、この人の講義見てみたいと思ってもらう必要性がやっぱりありますから、あのそこの箇所に関してですね、僕自身もですね、いろいろと頑張ってですね、やっていこうと考えていますし、本当にもう誰よりもですね、受験生のことを考えている人はですね、僕だというんうですね、本当にもう自負していると言いますか、えー、っていう信念で,ですね、頑張ってやっていますので、まあ、そういうふうな趣旨もありまして、あの再生回数取りたいなと思いましたので、と、えー、いう観点もあってですね、動画を撮影しているというのがこの撮影の理由です。はい、でですね、まあ、内容入っていくんですが、まずですね、お二人 周りの方がですね、どういうことを言っているのかっていうことに関して、えー、僕がですね、思ったことに関してお話をしていこうと考えています。従いまして、この2名の方の動画の、まあ、まとめといいますか、に関してはですね、えー、僕自身の伝聞が入っていきます。すなわちは、その動画を実際見て、僕自身が感じたことに関してお話をしていきますので、もしかしたらこの動画を作成した方とですね、えー、若干意見の相違だったりとか、そんなことは言ってないとかあるかもしれませんので、えー、そこの箇所に関してしっかりとした内容ですね、えー、それを知りたい方はですね、 えー、各二人の方のですね、動画をですね、しっかり見た方が、内容に関してはより、あの、しっかりしているで言いますか、あと言いますので、そこの箇所に関しては前置きをさせてください。っていうことで今見ていくんですが、えっと、まずなんですけど、気になったこととしてですね、えっと、今すぐ縁を切ってください。というふうなね、あの、言葉があ,ありまして、やっぱりこういう言葉を見た印象としましては、あ、じゃあこの方っていうのは、足別過去問集とは今すぐ縁を切ってほしい。つまりはですね、足別過去問集なんか使わないでほしい。 みたいなあの感じであの見れるサムネイルかなと僕自身は思ったんですよね。で、やっぱりそういうふうな意図ではないと思うんですけれども、そういうふうに受験生からすると見えてしまいますので、何が言いたいかっていうと、あの受験生がですね、受験生の方々はですね、別にこの方は死別去問詞を使うなって言ってるわけではなくてですね、その使い方をもう少し考えていこうっていうことなので、そういうふうにですね、受け取った情報に関しては変換した方がいいかなと思っています。でですね、まあ、この動画の全体的な 話として思ったこととしては要するにあの この試験を受かるためには、えー、理解をしていきましょう。そして、えー、整理をしていきましょう。そして、最後は暗記していきましょう。っていう、えー、この3つのステップが重要であると。それで、アシベ去問集っていうのは、暗記の箇所に結構フォーカスが向いてしまっているので、えー、どう理解したらいいか、どう整理したらいいかっていうことが、アシベ去問集だけでは分かりませんよね。と。だからこそ、そこをフォローするものとして、何か理解とか整理に役立つものを使っていきましょうね。みたいな、まあ、うん、そういうふうな、まあ、形をとりまして、自社製品といいますか。 え、に、まあ、誘導していくというふうな、まあ、マーケティングっていう感じで仕上がっているというふうにですね、認識はしました。なので、まあ、勉強方法とかに関してなんですけれども、えっと、まあ、理解、整理、暗記が重要であるに関しては、僕も全くそう思っていますので、えー、受験の方々はですね、その内容に関してはですね、問題がないということでですね、えー、安心してください。やっぱり、まあ、いろんな情報が最近ありますよね。で、あの、よく言ってたんですけれども、情報が多いことに関してどう思いますかなんですよ。あの、いろんな選択肢が増えてくるわけです。あの、YouTube に関してもですね、最初は僕 だけで、ししたからそっかららそもいろんな方が増えてきまでですねであの情報が増えてきたんでですよねで情報が増えることっていうのは、メリットが何かっていうと、選ぶことができるんですよ。選ぶことができる。でも、デメリットもあって、あの要するに、しっかりとした情報を取捨選択していくっていう風な目ですね。あるいはその判断ですよね。それが問われてきますので、一個一個の情報に流されていっちゃうっていうこともあると思うんですけど、でもですね、しっかりと自分の目と耳で聞いてですね、あの耳で聞いてですね、で、目で見てですね、えー、それでしっかり と頭でですね、判断をしていくっていうふな判断力というか、えー、それで判断したんだったら、その勉強方法をしっかり貫いていくっていうふな、まあ、実行力、行動力。それで、ね、しっかりとですね、養っていくべき時代ですので、えー、そこで意識してですね、やっていってください。ただ、ま、この勉強方法というか、流れですよね。えー、理解をして、整理をしていて、覚えていきましょうは、あの、必要ですよ。に関しては僕も同意してますので、ここの箇所に関しては信憑性はあっていいかなと思うんですよね。でも、あの、ちょっと気になったこととしましてはですね、まず、ま、2点ぐらいなんですけど、1つ目、えー、としましては、 あのえーとまあ、独学っていうことはよくないみたいな話を結構されたと思うんですけれども要するにそのなんかそのオリンピックを目指していこうっていう時にコーチをつけますよねみたいなだから勉強でもコーチをつけましょうって話だったと思うんですけれどもおそらくはその勉強と運動っていうのがあまりまあ類似点がそこまでないかなというふうに僕は思っていますのでそこの例えに関してはあんまりその例えとしてはちょっとどうかなと言いますかと思った部分はありますので、まあ、この試験受験室の方々は ですね、同でで頑張っってていいいいこうというととでで、ねまあ、特に問題はないかなと僕はななか僕思っていますやっぱりもう僕の立場を考えていくと個別でやってるのでだからあの個別でやっている人からすると「同学じゃないよ」みたいな方を言った方が絶対自分のビジネスには絶対いいと思うんですけどあんまり僕嘘をつきたくないのでもちろんこの方が言ったことが嘘だってわけではなくてこの方の中での真実はこれだったんですけれどもやっぱりもう僕としてはですねまあ,あのそこに関してはちょっと違うかなと思いましたのでこの試験受験生方からすると 同、ね、学で頑張っていたことだったりとか同学で受かったことですねこれは非常にすごいことですからそこの箇所に関しては自慢できることですよなんでまあそこはそう思いましたってことですよねてのとあとはですね訓に関しては丸暗記だからダメみたいな話があったんですけれども、えっと、これはもちろんおっしゃる通りなんですけれどもただですね僕としましてはその法律ってある程度は丸暗記すべきところってあるんですよね例えば訓、まあ、に関しても丸暗記すべきことなんですよ例えばその法律に関しても行くと例えばそのまあバス バスケとかで散歩歩いたらトラベみたいなルール違反みたいなあとは、うん、サッカーとかで手を使ったらダメみたいなっていうルール違反っていうのってそれはもうそういうものとして進めていきますよねだからそういう側面の部分が法律でもあるんですよ法律の学習として、まあ、あの指導していくっていう場合にその受験者の方々がまずはこれも丸暗記で覚えてくれっていう箇所って、まあ、一定程度はあるのである種そういう区みなんですよね、えー、算数とかで頑張って勉強していこう解いていこうって時に に関しては丸暗記すする必要性がありますのでっていう丸暗記する側面ってこういうふうに言うと全部ダメだって聞こえちゃうんですけど受験生からするとおそらくは平均的な受験生からすると少なくとも僕はそう感じたのでなのでですねある程度の丸暗記が必要な部分もあることに関しては受験の方はですねしっかり認識しておいてくださいということが一応僕の方から補足させてもらいましたであともう一手なんですけれども えっと、まあ、一番最初のところで、アシベット学問集を10週ぐらいやった、みたいな話があったので、多分こういう話をするのかなって僕は考えたんですけど、違う方向を進んでったので、一応そこの箇所補足をしておきますと、あの、回数って重要ではないんですよね。だから、10週やった、20週やった、50週やった、っていうことを聞いたところで、あ、そうなんだ、としかならないんですよ。でもそれがなぜかっていうと、そもそも勉強って何ですかって分かっていますかっていう風に事件の方々は考えていてください。要するに、勉強って何ですかと。資格試験における勉強って何ですか 何かっていうと、これはもうこれにつきるんですけれども、自分自身ができなかったことをできるように変えていくっていう営みのことを資格試験で言うと、勉強って言います。まずはこれにつきます。自分ができなかったこと、わからなかったこと、それができるに変わっていく。これが勉強と呼んでいまして、やはりまあ、交渉し直し,しはそういうふうな、できなかったことができるなったっていう喜びってすごいでかいわけなので、そういうところをですね、受験の方々とこう共有していくことはやっぱりですね、すごい幸せですので、そのできなかったことができるに 変わることこれが勉強であると。と考えていくと、まあ、あの、20周週30週とかやったところで、それは、あの、同じところやってる可能性ありますよね。すでにできることを反復していると全く意味がありませんので、回数重ねの中ではですね、絶対に自分ができること、できないことをしっかり区別していって、その上で自分自身ができないところだけを何周も回していって、頑張ってできるに変えていくってことがすごい大事ですので、そういうふうな意味合うですね、一応補足としてしておきますので、え回数は重要ではなくて、勉強はそもそもできなく ったここととをででできるに変えることですのでだからこそできることを何回もしても意味がないですからそこの認識はしっかりと持っておいてくださいということでございましたで一方なんですが、えー、と佐藤先生なんですけれども言ってたことに関してはですね僕の方ではですね全面的に同意というふうに思いましたので、えー、とまたですねあの動画見ておいてください全面的に同意しました一応まあ言ってる内容に関してはおそらくなんですけれどもまあ過去問が大事ですよ、うん、そしてその過去問の決定版が足別なんだだから足別やり込んでいこうみたいなことだったと思うんですけれども直すのことをお っておりままししたたので、ま、た動画チェックしといいくださいあとはですね、あの、これ結構思ったんですけども、やっぱり取材選択なんですよね。えっと、彼自身もおそらくはなんかそのブログをなんかこう、読みあさって勉強方法を考えてやっていきましたって話をしてたと思うんですけれども、やっぱりまあ取材選択なんですよね。今の時代って本当に情報がめちゃくちゃ多いんですよ。YouTube 見てたとしても YouTube 上でも情報ってたくさんありますよね。その情報の中で皆さんは選んでいく必要性があるんですよね。いろんな情報がある中で自分にいるものがどれか、いらないものがどれか、 かっていうのにこう選んでいく必要性が絶対にありますのでそこの主査選択をしていく力そして選び抜いたんだったらその選んだものを信じ抜いてそれをしっかりと使いこなしていこうとっていう風にですねあの行動することこれが重要ですのでそこの箇所ですよねそれはしっかりとですねアジケの方は思っておいてくださいまあということでまぁ、あ、こんなことがあったわけなんですけどもじゃあ僕自身の中でですねその足別過去文章ってどういう位置づけかって話を最後にしようと思うんですけれどもこういう位置づけです要するよ 要するに、この試験に関して受かる方法なんですけれども、まあ、簡単に言うと、まずはですね、一つ目としまして、それともですね、数学問を使っていきまして、しっかりと基本事項ですよねえ。この試験で要求されている民法の基礎に関して、しっかりとですね、入れていってください。で、その上で次はウォーク問を解いて、実践だーって解いていくんですよね。で、解いていく中で、自分の弱点だったりとか、苦手がわかりますよね。その苦手に関して、アシドを使ってフォローしていってくださいえ。というのは一応僕自身のですね、考え方ですので、この考え方でいくとですね、一番受 受かりやすいですよね。なので、まあ、その意識を持っておいてください。ということなんですけれども、一応、まあ、ここまで僕自身の見解といいますか、話しがしはもう終わっていますので、ここでもう動画閲覧ですね、終わってください。で、ここからですね、僕自身の宣伝やっていきます。えー、宣伝なんですけれども、じゃあ、この流れに関してどうしたらいいかっていうと、えっ、ー、と、僕はですね、まずはメンバーシップの受験生コースに参加してください。メンバーシップ受験生コースに参加をしますと、数学もに関する動画がですね、80本ぐらいありますので、それを使って全力ですね、基本事項に関してクリアしていってください。で で、それが終わったらメンバーシップの特待生コースにレベルをアップしていきましてですね、その次は行政法に関して頑張って勉強していてください。そこぐらいのタイミングでウォークも解いていってください。で、ウォークも解いていく中でですね、自分が難しいなって思ことがあると思うんですよね。で、その難しいなって思うところにはですね、特待生コースにですね、もう動画きっとありますので、えー、それを使ってですね、フォローをしていくっていうことと、自分の力としてまして、足立く文書を使って苦手をフォローしていくっていうことをしていきますと、えっと、全体的にはそれで受かります、ね。 のででででそういうういいいいい勉強でよかっったたらですねしていってくださいいうこととこございましたなので一応最後に一応言及しておきますとですね、僕自身はお二人の方をですね、非常に尊敬していますので、その方々に対して何か反撃をしようというとは全くありません。そうではなくて、こういうふうな状況があったんだなということを踏まえていった上で、受験生ですよね。受験生の立場になって考えていくと、じゃあどうやねんっていう風うにですね、不安になると思うんですよね。だからその不安ですよ。受験生の不安に対して少しでも寄り添っていこうという気持ちで,ですね、今回この動画を撮影しましたので、 ななのででそういういうすね、しゅしゅとし,まし,してご理解いただけまますす。と非常にいいでございますということで、僕はですね、これからも行政試験の受験生に対して全力でですね、頑張ってサポートをしていきますので、よかったら一緒にですね、頑張ってやっていきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もし今回の動画が参考になる部分がもしありましたら、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。以上、とおりでした。